東北町滝沢隊昭和37年の映像です。開拓団が入植し52世帯8割が乳牛を飼育していました。子どもたちは学校から帰ると仕事の手伝いが当たり前。馬を使って農作業をすることを馬耕と呼びます。馬は重要な労働力でした。背丈が高いデントコーンは9月に収穫期を迎えます。それを粉砕機で細かくしていきます。飼料が詰められていく大きな器の中では空気が入らないように足で踏んで詰め込んでいきます。空気が入ると飼料が腐ってしまうからです。朝早くから夜遅くまで休むことなく作業は続けられました。昭和35年までは井戸水を利用していた滝沢隊の人々、水道水に変わると家事は便利になりましたが、今とは違って蛇口は一つ、バケツなどで水を運び牛の世話をしていました。沼山さん宅の夕食風景、この日のメニューはカレーライス。主な具材はジャガイモとクジラの肉。スプーンなどはなかったそうです。50年近くの月日が流れ、生活の様式は大きく変わりました。滝沢地区の人々は今も元気に暮らしています。